でも素晴らしかった。さあラストみんな。
最後は全員からあのカップルが大きく動いてくれよ。さあ手を挙げて、はい、親指を下に一度あっ背中から、はい、あの彼女もっと大きく動いてます。はい、もっと下にストップ。素晴らしいじゃないか、みんな。最後のメニュー、これさえできれば、必ず相撲を取らなきゃいけないんだ。そして、もちろん、我々の仲間がここに帰る時には、温かい今みたいな拍手で迎えてほしい。この2つ、しっかりと覚えておいてくれ。では皆さん、私たちは今から仕事へ戻ります。皆さんは、我々の仕事の間、そこで座って待っていてください。みんな、行く。俺たちは仕事場に戻るぞ。見張り頼むぞ。未来の地球、環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くし、あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類はいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし悪の帝王ディーコンの率いる凶暴な侵略者たちスモーカーズは、誰よりも早くドライランドを発見し支配しようと企んでいる。ディーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまでは。
よ。君だ、ちょっと手挙げてみて。違うな、少年だ少年。そうそうそう。ちょっと立ってくれる？蛍光色めちゃ目立つんだ。気になって集中できなかったじゃないか。どうやめとこう。座ってけ。ここにいる奴らが必要になることがあるかもしれん。これをしまっとけ。兄弟たちよ、おい、いい子、お前たちなんかと兄弟になるつもりはない。おい、そいつを黙らせろ。来い。黙れなんて二度と言わせるか。サンキュー。で、なんだった。あ、そうだそうだ。哀れな子供たちよ、魂をなくした民たちよ、ある情報がこの俺様に伝えられた。誰かが道を知っていると。行き先はドライランド。そうだ諸君、ドライランドだ。我々は道路を敷き、車を走らせる。上質な土地を整備し、優雅に歩き回る。そして18番ホールには俺様の記念碑を建設するのだ。そんなこと私が許せない。マリナの Thank you.
もらったんだ。なんだこりゃ。お前、こいつを使えるようにしとけ。大阪逃げるぞ。Thank you.
誕生日、ありがとう、誕生日。